はい、どうも、じゃあ。はい、このチャンネルは、兵藤鉄人の一人遊びのチャンネルの芸人の兵藤鉄人です。よろしくお願いします。<laughs> はい、このチャンネルはですね、えー、高校野球の、えー、地方大会や甲子園の結果や予想をしていくチャンネルとなります。高校野球が大好きな方、そして野球が大好きな方は、ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いします。ということなんですが、えー、この動画に関してはですね、 え、前動画でも話したことあるんですが、えー、私今このチャンネル、自分のチャンネルと、えー、別のチャンネルで、ね、えー、コナミのパワースピーのチャンネルの方でね、えー、まあピッチャーとして、えー、選手として出てるんですが、えー、もう一つ、え、ベイちゃんというね、 チームの、プロサ野球チームというプロジェクトが始まりまして、そちらの方はね、今年の年明けから、そちらの方のチャンネルをメインとして出させてもらってて、そちらの方では監督を、させてもらいながら、そのチームを今指導、動いてる感じで。で、今日、この動画が17時半からかな、クーニンズクーニンズ違う、クーニンズさん。はい。 クーニンズさん、クーニンズさん、クーニンズさんじゃない、クーニンズさんのチームの、え、クーニンズと、えー、初の練習試合の動画が出てると思いますので、皆さんもしよかったらね、え、僕は監督をしているところ、えー、高校野球の相当いつも話してる理論とかいろいろ言ってるじゃないですか。それも踏まえた上でそちらの方で、えー、動画出してますので、えー、よかったらね、僕の草野球チームと、プロ草野球チームと、それからクーニンズの試合の動画よかったら見てください。で、 そっちのチャンネルの、えー、ま、裏話じゃないんですけど、えー、ま、裏トークと言いますか、えー、結構コメントで質問が来ていたことがあって、それも動画の編集上もうちょっと変えられなかったので、こっちの方で説明できたらいいかなと思ったので、えー、今日は、えー、高校野球はまたもう一個動画出しますので、えー、それとは別で、えー、その、えー、べーちゃんの、えー、チャンネルの動画についていろいろ質問が来ていたコメントに対して話していこうかなと思います。 で、えー、昨日上がった練習の動画から、えー、練習試合の前の動画か、えー、からコメント来てたのがよく、エンドレス、YouTuber のーーね、エンドレスのチカヤとコバがメンバーなんですけど、チカヤとコバは試合にいないのと。で、元日本ハムの、えー、キッサさんもチームいないのっていうのが来てました、コメントで。で、説明すると、えっ、ー、と、現在メンバー20名、えー、そして、えー、追加5人、えー、を入れて全部で25名。 その中で試合でベンチに入れるのは15名。なんで10名が入れません。さらに、もちろん試合出れるのは9名なんで、9名が1軍。そしてベンチに残り入って6名が2軍。そして、ベンチに入れなかった10名を3軍というふうな呼び方をしたんですが、まだ25名いません。チームは、今20名。 え、さらにはやっぱりどうしても、週一の活動の中でも、えー、他のチームに入っている選手であったりとか、まあ、お仕事の都合上で、どうしても毎回毎回参加ができないと、え、いうことが、これはもう草野球あるあるなんですよ。で、僕はそれも分かってたからこそ、えー、なんていうんですかね、レギュラー陣がいなかったとしても、2番手3番手が出たとしても、このチームは選手層が厚くて強いぞっていうのが一番の、 えー、強みかなって思ったのと、やっぱりその、野球をね、諦めた人が多かったりとか、えー、完全燃焼できずに野球をやめた人たちが多く集まってるので、こうなんて言うんですかね、高校野球みたいな熱い気持ちでみんなが野球をしてくれてるのが非常にありがたいかなと思います。で、そんな中、えー、じゃ試合にクーニン戦いないから、あ、 今、ここにいないメンバーは補欠なんだとか、参軍の扱いなんだっていうのをえ、ちょっと勘違いされたら困るなと思ったんで、この日の、えー、まあ、選んだ理由というか、その辺もこの動画で話せたらなと思います。で、えこの空人戦、不参加だった人、まあ、いわゆる仕事の都合上であったりとか、まあ、えっ、ー、と、日程の都合上でちょっと、えー、どうしても行けなかったと、えー、いう人が、えー、岸里君。 え、それから、チカや、こば、え、それから、オチアイ、それから、かいそれから、タガミさん、それから、ポンすけ、7人いました。はい。20人のうち、7人が不参加で、どうしてもいけませんっていうことは、残り13人しかいないので、参加にした人は、え、この日の試合は全員参加ですよっていう意味で、 近ちや小馬とか岸里ささん、それから海星それから高見さんとかもいなかったよっていうことです。なんで皆さん、あの、決してレギュラーじゃないからとか、えー、いう考えはやめてください。まあ、実際来れなかったこの7名のうち、僕がこの初期の段階でレギュラーとして決めてたのは、1、2、3、4、5人、5人いました。なんで、一軍の先発メンバー5人が来れなかった中、 レギュラーが5人不在の中、クーニーズ戦を迎えた。ということで、それを踏まえた上でもう一回動画を見てほしいなと思います。見た人はね。見てない人は、それを知った上で動画を見てください。はい。非常に楽しい動画となっているはずなんで、はい。見てください。で、えっと、よくあるのが、この間のコメントであったんですけど、結局、その、自分の YouTube チャンネルもやってるし、プラス、えパワースピ。 めちゃめちゃ真剣にやってます。そして、べーちゃん、えー、出てる、えー、どのチャンネルを本気でやってるんですかって僕に多分コメント来てるんですよ。えー、はっきり言います。のコメント返しもしてるんですけど、全部です。はい。なんでこのチャンネルとこのチャンネル出てたら、こっちは抜いて、こっちは全力でって、そんな生半可な気持ちで、えー、僕はお仕事していません。このチャンネルは自分のチャンネルなんで、自由気ま,まにやってますけど、えー、パワースピー。 ね、えー、まあルアーズさんが運ル,ルアーズさんとコナミさんが運営しているパワースピ。そして、ベイちゃんは、えー、ベースボールタウンさんが運営しているチャンネル。どちらも、お仕事として、えー、出させてもらってます。はい。だからこそ、えー、適当にはできないですし、はい。本気でやってます。えー、パワースピは選手として、そして、ベイちゃんでは監督として、プラス、まあこっちでも選手として出るかもしれませんが、えー、より一層、この二つのチャンネルが、 野球界を今後、野球の YouTube っていう概念を、えー、変えてくれるんじゃないんかなと思いながら、えー、一生懸命やっています。まあ、べちゃんの方に関しては結構、なんていうんですかね、裏のお仕事もさせてもらったりとか、えー、いろいろ演者だけじゃないお仕事もさせてもらってますので、えー、なんていうんですかね、えー、パワースピに負けないというか、えー、パワースピと同じ二大巨頭としてこう旋風を巻き起こすような、えー、ことを今後考えています。はい。 まあいろいろね、特産 TV だったり、それこそね、クーニンさんであったりとか、えー、まあ、向こうであったりとか、いろんな YouTube 野球のね、えー、本当に昔か YouTube チャンネルの野球界を支えてくださった、え方々がいる中で、まあ、新しい野球チャンネルというのを作っていけたらなと思ってます。なんで、野球が好きな人はぜひ、えー、パワースピも、ベイちゃんも、両方、チャンネル登録お願いします。カタカナでパワースピ、カタカナでベイちゃんです。はい、お願いします。で、 えもう一つえ、追加5名はいつ選ばれますかっていうのがあるんですよ。で、これ説明しますね。えっと、1回目と2回目のトライアウトが終わった時点で、メンバー20人を合格にしました。えー、そして、そんな中、残り5名、全部で25名なので、残り5名を、えー、まあ、コメントの投票制というか、コメントがたくさん来た人を、まず選びたいなと。その中で、えー、いろんなコメントがあると思います。その中で、なんていうんですかね、あこの子はこのチームに合うな、今のチーム、すごくいい雰囲気なんですよ。 なんていうんですかね。人間的に、もう本当に悪い奴がいないというか、みんないい奴らで、僕も大好きというか、えー、でも3ヶ月に1回ね、3から5名入れ替えをしないといけないっていう僕の、もうなんていうんですかね、苦渋の決断といいますか。まあそれはね、あのー、もう、あの YouTube チャンネルの運命さんが決めたことなので、僕が決めたことじゃないんですけど、で、僕はそこに従うしかないですし、それは YouTube としてはやっぱり面白い。 ことなんだと思ってますしまあ、そこで嫌われるのは僕なんでそれでも僕が嫌われてもいいのであのチャンネルが伸びてくれればそれで僕は全然いいかなと思ってるぐらいなので、えー、まあ、結構しんどい仕事ですけどもう頑張ってやろうかなと思いますし <coughs> そんな中 <laughs> ごめんなさいそんな中追加の5名っていうのを、えー、選びますで、この選ぶ、えー、基準といいますか えー、もあるんで、それも踏まえた上で話していこうかなと思います。で、えっと、このトライアウトの動画がですね、えー、運命の時、これ3日前ですね。3日前に出てるので、この運命の時の動画から1週間。はい。1週間で決めます。はい。<laughs> 失礼。なんで、えー、まあ、4月の 4月の4になるのかな ?4 月の4日にはもう決めます。はい。4月の4日には決めて、えー、まあ、そこで、まあ、面談をして1回。なんて言うんですかね。やっぱりその、追加メンバーの5名が、ごめんなさい、週に1回か2回しか参加できませんとか。なんかそういうのはちょっと違うなと思ってるんですよ。なんで、 コメントが多ければ絶対 OK ってわけではないんですが、そのコメントが多かった10人ぐらいの中から5名を選びたいなと思ってます。はい。まあやっぱりダントツでエンドレスの2人が、えー、コメントがもう、えー、2位と、正直言って400コメント以上差がついているので、まあ、ダントツでエンドレスから、まあそっから、まあ、エンドレスはもうコメントでダントツなので、 えー、まあ、一番選ばれる可能性が高いと思ってます。そんな中、残り、えー、3名を誰にするかっていうのもいろいろ考えながらやっていきます。ただ、えっと、4月4日ぐらいには決まるんですが、えっと、動画上ではおそらくちょっと、えー、タイムロスというか時間差があるので、おそらく皆様に、えー、このメンバーになりましたよってわかるのがおそらく4月の 三週か四週目ぐらいの動画の中で出てくる可能性があるんじゃないかなと思います。はい。今タイム的に言うと、えっと、明日、明後日あ明,明日か。 明日が、えー、イちゃんの練習日。で、今日は、えー、パワースピの練習日の撮影だったんですけど、えー、明日、えー、イちゃんの撮影で、えー、この新チームのキャプテン、副キャプテンを決めようかなと思ってます。まあ僕の中ではもう決まってるんですけど、それを練習で発表しようかなと思ってるんで、えー、皆さん、楽しみにしておいてください。 えー、ということで、まあ、コメントはこんな感じですかね。えー、チやコバはいないのキッサトさんはいないのっていうコメントに対しての答えと、えー、どのチャンネルを本気でしてますかっていう答えと、えー、追加5名はいつ選ばれますかっていうところの答えを、えー、こちらの動画で、えー、こちらのチャンネルでさせていただきました。はい。ということで、まあ、今後ね、えー、イちゃんの動画の中で、あ、これちょっと補足しないといけないなとか、あ、これちょっと裏トークできるなっていうのがあれば、こっちのチャンネルで、えー、話せたらなと思いますので、皆さんよかったら、 チャンネル登録していただけたらなと思います。あと、高評価とコメントもぜひよろしくお願いいたします。普段はこのチャンネルは高校野球の予想動画、勝利予想動画っていうのをやってます。春の大会、夏の大会、ね、いろいろやっておりますので、ぜひ皆さんまたよかったら楽しみにしてみてください。ということで、皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは